<laughs> やば田中 <laughs> <laughs> <か>先輩 <laughs>。 はい、皆さん、こんにちは、トッツです。本日は、ハイキュー、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> 試合の方も始まってね、えー、とうとう、影山くんが、ま、ひなたに対してね、高速のクイックっていうのをね、出せるようになりました。それに対して、ま、ひなたに関しては、目閉じてね、完全に信頼するって形で、まあ、そこの描写が前回非常に良かったんですが、この影山くんをね、ちゃんとうまく、その、セッターとしてに理解してくれて、いろいろサポートしてくれたね、まあ、菅さん。僕個人としてはね、前回の話で非常にこのキャラクター、愛くるしいなと思いました。果たして試合の方 今日はね一体どういう結果になるのか、まあ、そこをね注目しながら今回も見ていきたいと思うんですけどもやっぱまだ始まったばっかのアニメなんで、まあ、いろんなキャラクターをね少しずつ理解していきたいと思うんで早くこのね部活のみんな覚えていって自分のね推しっていうのを見つけていきたいと思いますはいといとうわけで皆さんも録画したものもしくはビデオンデなンドを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さまでした本編スタートですよろしく頼むぞ また冒頭なんか。また影山くんああ、けど今回はあれだね。特に暗い感じじゃなく。うーん。きたーうん。行って行って。まあ、これが出た時はいけんのかなああ行ったね。ああ、もうハマってきたの。おー !7 点差くらいあったよね。前回。 あそれ全部追いついたんだ。で、7点差の時22だから、8点くらい取る間に、相手1点しか取れてないってことじゃん。日向くんうーん。だからやっぱ一人じゃできないスポーツってのはね、チームメイトが本当に大事だよね。誰と一緒にやるか、もう練習もそうだし、試合もだよな。そ実力もそうだけど、やっぱ今の菅先輩みたいなね、 そういう、ちゃんとうまくコミュニケーション取れる人がいるっていうのも、成長には欠かせないんだよな。うまくやっていくには。もうそういうのがもう必死と伝わるこのアニメが好き <laughs>。いやー、これ試合はなんとか、勝てる流れになるんじゃないかな。そしたらやっぱセッターね、影山くんにやってほしいよね。 でそうなるとやっぱ3年生の今、菅さんとか、そこら辺と争うことになるのかなこんな人いないねまだ出てきてない人いるか。登場人物は今いる人で全てじゃないぞ、これは。だから2年3年なのかな一1年生はとりあえずこの4人で全部ってことでいいのかなああ,あ。 マネージャーかこの緑のジャージの人。もう最初からいたかいたとしたらごめんなさい。<laughs> 先週なんか予告で初めてみたいな反応しちゃったけど。<laughs> いやー、ちょっと試合楽しみだなユニフォーム姿かっけえわー。この黒っていいね。ここの制服。制服じゃねえわ、ユニフォーム。<laughs> さあ、昇進者の緊張。緊張。うん。 すごそう <laughs> なになになにあすッキーいや、高いよなーあーそう思わせてのいや、攻撃力すごいっぽいもんね。田中先輩も。<laughs> いや、いちいち脱ぐな。ねえ。それ結局またあれでしょ今裏返した服戻して着るって。 そういうあれあるんでしょ <laughs> ねそこ考えるとなんか、すごいダサい。けどかわいい。<laughs> なんか腰巾着なみたいなのもいるし。<laughs> うーん。<laughs> あ、それ、脱ぐな。<laughs> ハゲって。<laughs> うんあー、休憩うん。うん。 このまんまけど終わんなさそうじゃないなんかタイトル的に。昇進者の緊張ってさ。まあ、けど流れはもう完全にあれだね。影山ひなたチームに。<laughs> 顔面好きね、ひなたくんは。おーこうからのこう。すごい。あ本気ですか ま、けど、それでもまだ流れは変わんないんだろうなぁ。あ、これ、試合は終わっちゃうかもね。うん。あー、やっぱやる方もね。いや、セッターって大変。いや、目つぶってる。ひなたくん。いやー、けどなんか生き生きとしてないそれ。 こ多い2セット目も勝ってえこれでも勝ちでいいのかい終わりお疲れさんってうんいやそれはたまたまだとこがえ <laughs> ちょっと待って待って何何かあったのうんああここら辺のことでってことかでも誤解だよね いや、けど、それが、本当に、うまくまとめたんだよ。うーん、大地さん。<laughs> あんま、あんまよくわかっていない。<laughs> いや、お疲れ。<laughs> うん。おい、かけじゃん。はいはいはい。で、飛んでいくから、あれなんだね。ランチャーなんだね。<laughs> うーん。 またあの名案で書かれるのがかっこいいなうーんもうあとはねみんなとは仲良くしてほしいっていう問題だけだわいやひなたくんはそうだと思うんだけどこっちこっちそれなそこそこいやその一言は言うなよ 先輩方が見てるからそれね、追い出されちゃうからね。ううやばい、確信。あまあ、なんだかんだ、まあね、うまくやれるそうだね。ただ、やっぱ、ツッキーのあれだよね。 ちょっとやる気のなさじゃないけどさすぐなんかくじけたこと言っちゃうのは影山くんとの相性は絶対最悪だと思うよ。いやこういうところさっきまでちょっと偉そうに言ってたのにさ負けたら今度負けたでそういうこと言ってうん。ねえもうみんな先輩方どうなってんのこれ。 うん。俺かああ、俺、そんな、そこじゃないか。入部届改めて。受理してくださいよって。うん。ビジョン。あれうん。なんだえなになにああ ジャージああ、ジャージだ。え、ちょっと待って待って。ジャージって売ってたりしますあ <laughs> ね。<laughs> ジャージ着てリアクションしてアマゾンで調べてみよう。<laughs> あったら差し入れリストに入れちゃう。いやーいいな黒でかっこいいないや、グッズ化してるよね。さすがに、これは。似合ってるよー。 黒ってなかなか似合わない人いないしね。ウェイウェイ。さあ、ここからはあれだね。一緒に頑張ろうぜ。寸賢せず。ま、あこの先輩方なら安心かな。うーん。いや、田中先輩、もうすっかり仲良しじゃん、あの二人と。 うーんーってか、ちゃんとわかってんだね。朝練とかいろいろ。キャプテン。<laughs> 一番目に立つ人大変だもんな。早速あー、そうね。そういうの大事だよね。<laughs> ちょっと、ちょっと、それはあんま投げずに置いて。ん誰だあー、あれだ。 うん。え、この人何なの緑のジャージの。やっぱ出てきてなかったじゃん、まだ。んなんかあるんそこ。問題の。そそれ,それそれそれ。先生かコモンか <laughs> いやー。若く見える。武田一哲。 これはどっちで読んだらいいんだ一徹先生なの武田先生なのあと呼び捨てけどあれなんじゃないやっぱ顧問だし、結構あれなのかな経験者で強かったりすんのかなえ <laughs> ちょっと待って。まさか土下座いやいや、いろいろ気になるな。教頭先生とかに土下座とかしてんのかな ん何それあやばい菅さん菅さんが出れないじゃん。さっきそういえば影山くんあれだったよね。あの学校の名前聞いてなんか反応してたよね。うーん。 ええー、そんなこと言ってくれんのいやー。けど、いきなり1年生デビューだね、これで。かよあれけど、メンツ的には何人。あー、そっか。けど、菅さんが抜けると6人なのか。うーん。だから、やっぱ、ツッキーと山口くんも入るんじゃないこれ。 なんかやっぱ性メンバーはこのあれなのか。え、けどいたよね。なんか。金髪っぽいキャラ。えっと、なんかおちびなキャラもいた気がするんだけど、もう一人。うん。あー、それをね、伝えに来たんだね。真面目。いやいやいや、けど菅さんの実力ちょっとまだ知らないから、なんとも言えないわ。 いやいや、あんまそんな一年生に優しいね。え何何なになにそれと。うん。<laughs> そこか。<laughs> なるほどな。うーん、ね。けど、ちゃんとそこでどうにかしようって気持ちがね、生まれてよかったよね。うーん。 <laughs> 肉まん <laughs> うんああ<ー>わあ、とうとう来るんだあると思ったよそれいやーええー、けどそうは言うけどなんかあんじゃない それがあれか今回のタイトルか昇進者の緊張だっけうん。いやーもうそんな笑顔で、もう見せてやろうぜ。うん。やってやれやってやれ。早い早いな。しかもそんな何個も食べていいのねえ。 <laughs> いやね普通先輩から先に食べるべきじゃないあれこれ、あのオープニングでバレーやってた人じゃない違うか違う金髪だし。違うのかな勘違いかいや、そうじゃねどういうことうーん。 そうそうそそこないやーけどちょっとどうなるかなー試合ああ何ここなそんなんできいやいいねこういうさくつろげる場所いやいやいいところで何話そうとしてたんだ今影山くんは <laughs> いやぶじゃなくてささあ決めて後半はみんな決まってるぞ さすがにね。ここは決めるよね。これそのうちあるんじゃないミスするパターンとか。ああ、ツー入ってるね。山口君はいなかったか今。セット。<laughs> うーん、やっぱ出るんだ。あおい。いや、いやー。 うん、でかさが重要。はあ、ミドルブロッカー。うん、ぜひ、セッターは知ってる名前はね。で、今回のお話までで分かりました。うん。はあ。いや、ここら辺はあんま知らないわ。ちゃんと聞いたことないね。 うん。うん。あれけど、この感じだとあれかな顧問の先生は特にそんなバレエに詳しいわけでもないのかな <laughs> いや、最強はいいけど、おとりはちょっとあれだよ。<laughs> うん。だからあれだね。 さっきの戦いと一緒だね、ツッキーたちとの。あやっぱり。いやいや、もうアホとか言わないだけて、ねツッキーがアホみたいじゃん、それじゃ。いや、ほら、そうなるよね。けど、それをまた言っちゃうのがダメだよ、山口くんうん。わーお。 先輩あ待って待って緊張すんのはあれか日向くんかうんあーあーそういうのがあるかうん触るあーワンタッチ 威力をね、はいはいはい。それをまた、こうね、つなげていくと。え、行かないうーん。まあ、あとりあえずそれで練習してみてあれだね。うん。 いや、そんなすげえんだ。ほほほほ。ねえ、まだ試合当日でもないのに、ピーってなってるよ、背筋が。はははは。ショート。あれ珍しい、学校の方なかなか学校の方やんないから、あれだね。あ、誰ん西宮さん 恋愛とかやんのかなやっぱこのアニメ。うん。怖い。ああ、強いからんあれか、ひねたとか、ああそこの期待があるんだね。うん。ちょっと待って、そんな有名になっちゃってんのそれ。でもこの子が知ってんだったらもう学校中が知ってんじゃない うーんいいね。まだあれだろうな。クイック以外にもいろいろ出てくるんだろうな。あー、物質とこれ。あるよね。こういうところ。男臭そう。あー、もうひなたくん。あー、出た。小さな巨人。え エメイけケいやいや、なんだこれ <laughs>。また、また緊張してる。わー、これちょっと試合、すごいガチガチになりそうだな、ひなたか。大丈夫 <laughs> 前に持ってんのかと思ったら、腕に足通しちゃったの。 うーん。あんな中学の最後の試合、のびのびの試合してたのにね。なんか、強心臓でも持ってんのかと思ったのに。うーん。いや、俺は影山くんなのかと、ついつい思ってたら、日向か。<laughs> いろいろやってたんだ。<laughs> いやいやいやねえまだ時間あるんだからそんなならずに <laughs> 謝りすぎ鍵 <laughs> 山君そんないやどこ行くのそして日向はいやーけどなんとかこれうんあそこ 失敗したら、あれか、降ろされちゃうとか、そういう心配してんのかないや、もう、なんか、そういう気持ちで挑まない方がいいんじゃねえかななんか。おっと、誰だああ、月か。ねえ、やめろよ。<laughs> 反応が薄い。 いや逃げちゃダメだみたいに言わないで、シンジ君みたいになってるじゃん。ねこのあのしんじ君、エヴァの。<laughs> いやけど影山君、そこら辺分かんないからね。<laughs> <ほ>ら <laughs> ここが弱い。ねどなんかセッターってここら辺強くないとできないのかなとも思うんだけど、司令塔とかだと、いや、パンツ。 <laughs> え <laughs> いや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  <laughs> えああそれで出てきちゃったからね可哀想。<laughs> かわいそうひなたくんが履いていかなきゃあんなことにならなかったのにう <laughs> んでもあれだ夜だああこれ寝れなかったりするとコンディションとかの影響もありそうだねあえ 妹いるの？日向たくん。ああ、そうなんだ。ちょっとこの後出てくるのちょっと楽しみだな。ああ、こう一歩影山か。いや、か山くんも影山くんで気になる相手はいるんだね、やっぱね。うーん、ちゃんとあれだ。こういうバス借りて。 <laughs> やばいじゃん。えー、こんなんで試合できんのかえー、大丈夫絶腹長じゃん。<laughs> やばいやばい。<laughs> 田中先輩 <laughs>。 ジャージ取られたり、ジャージに履かれたり最悪なんだけど、トランクス姿も見られて。<laughs> まあそういうあれなんだろうな。これからも二人の掛け合いとかがあるような関係性なんだろうね。いやーけど、この調子で試合は、なんか前半中盤くらいまでは苦労しそうだね。うまく回んないみたいなことがあって。 もうそれこそこの日向の問題がまずのしかかってきて、それがどうにかなったとしても、今度その影山くんのお話もあるんじゃないかな。で、もちろん実力的なね、部分もそのベスト4っていうことでさ、そもそもあるわけで、いやー、いきなり無双ってわけにはいかないだろうな、試合は。けど最終的になんか、 どこかでバチッとは終盤くらいではじ、まるといいんだけどね。みんながいろいろ悩みとかも吹き飛んでさ。あ、これやっぱあれだよね。駄菓子屋じゃなくて何なのあれ。何屋さんなのかな <laughs> よくわかんないけど。あの肉まん売ってた人のとこの、あれでいいのかなだからあれ、コモンと大人チームが今映ったってことだよね。 いやてっきりあれなのかと思った最初先輩とかでまだ出てきてない人がいんのかと思ったけどさあ次回予告うんいやーやばいでしょうえ <laughs> いやいやいやみんなあれまあ、確かに1人になるとね具合悪くなる人伝染するよね 面白いチーム、本当に、まあ、あとはね、一年生の唯一ね、補欠になってしまった山口くんね、ちょっと残念なところはあるんですが、これからのね、活躍、まあ、期待したいなと思います。あと、セッターとしてね、まあ、菅さんも今回試合出れないっていうことでね、いろいろ優しい部分があるんだけども、まあ、やっぱ影山くんの言った通りね、ちょっと実力でね、やっぱこのポジションっていうのは奪ってほしいなと思うので、ゆくゆくこの二人がね、そのレギュラーのポジションをかけてやり合うところもね、楽しみにしたいと思います。 はいというわけでね皆さん今週エピソードに対する感想だったり僕の予期支援点数コメントをお待ちしております以上動画をぶっつお伺いしましたバイバイ